翔平大谷監督の誕生だ。フィル・ネビン監督の解雇内定報道に全米大喜び。海外の反応。大谷翔平選手は今季投手として10勝を挙げ、8月中旬にはサイ・ヤング賞候補に名前が挙がりましたが、その直後に右肘靭帯損傷という残念なことになり、規定投球回160には届きませんでしたが、素晴らしい成績を残していました。打者としてはシーズン最後の約1ヶ月欠場したにもかかわらず、打撃主要指標ほぼ全てがリーグトップ3に入るという素晴らしい成績を残しました。 MVP、ホームラン王だけでなく、その他にもハンク・アーロン賞、シルバースラッガー賞など、どんなタイトルを取るのか楽しみに11月の発表を待ちたいと思います。2023年は WBC から始まり、レギュラーシーズン投打での大活躍。しかし8月下旬から右肘靭帯損傷、右脇腹痛と、まさに激動の1年となりました。注目された右肘の処置は、術式は明らかにされていませんが、何年にもわたって二刀流を続けることを希望し、9月19日に手術に踏み切り、バッターとしては来シーズン開幕から、ピッチャーとしては再来年2025年のシーズンの復帰を目指すと公表されています。大谷翔平選手なら必ずまた素晴らしい輝きを見せてくれることは間違いないでしょう。なお、19日にロサンゼルス市内の病院で右肘を手術して以降は、大谷翔平選手は公の場に姿を見せていませんが、フィル・ネビン監督は今日試合前のインタビューで、週末には会えるだろうと語っており、日本時間10月1日の試合前にはエンゼルスタジアムでチーム最優秀選手 MVP と最優秀投手の発表がありますが、3年連続での同時受賞が濃厚とみられる大谷翔平選手は、そこでグラウンドに姿を現すと思われます。10月1日が大谷翔平選手最後のエンゼルスユニフォーム姿になるかもしれません。見逃せません。さて、今回はフィル・ネビン監督が解雇が規定路線だと米メディアが報じたことを紹介します。まずフィル・ネビン監督について情報を見てみましょう。大学時代にはオリンピックにアメリカ代表として出場、その後ドラフト全体1位指名でメジャー入りし、1995年メジャーデビュー以来、チームとポジションを変えながら2007年に引退を発表。目立った受賞歴はありませんが、オールスターに1回選出されています。引退後は大学野球、独立リーグ、タイガース傘下のマイナーリーグ監督を歴任し、2014年シーズンから3年間はダイヤモンドバックス傘下の AAA で監督を務め、2016年から2017年はジャイアンツの三塁コーチ、2018年から2021年はヤンキースの三塁コーチ、そして2022年からエンゼルスの三塁コーチを務め、2022年6月7日からエンゼルス監督代行を務め、11月8日正式に監督に就任し、現在チームを指揮しています。現在52歳で、息子のタイラー・ネビンは2015年6月の MLB ドラフト1巡目追放でコロラド・ロッキーズから指名されてプロ入りし、2021年にボルチモア・オリオールズでメジャーデビューを果たし、現在デトロイト・タイガースに所属しています。そんなネビン監督率いるエンゼルスですが、7月までプレーオフ進出が目指せる位置につけ、7月末期限のトレードでは贅沢税を超える補強をし、今シーズンにかける姿勢を明らかにしたものの、その後急降下。結局今日時点で残り5試合、 97% の試合を終了した段階で70勝87敗、ア・リーグ西地区5チーム中4位、ワイルドカード順位は圏外9位、メジャー全球団で継続中では最長となる8年連続のシーズン負け越しとなりました。その責任を取って今シーズン終了で監督を解雇されると米メディアが報じました。米紙スポーツイラストレーテッドは、日本時間26日、マドン前監督から指揮官の座を継いで以降、ネビン監督がエンゼルスにとって1番目の選択肢だったことは本当に一度もなかった。今年また制裁を欠いたシーズンを送ったことで、彼は別の就職先を探すことになるだろう。ミナシアンの去就は不透明なままだ。来季以降も航海士の椅子に座るのを継続させるかもしれない。しかし2020年から GM の座にあり、それ以降プレーオフ進出はないと、エンゼルスのフィル・ネビン監督は今季限りの更迭が濃厚で、ペリー・ミナシアン GM についても去就は不透明だと報じました。なお、フィル・ネビン監督とペリー・ミナシアン GM の首については、大谷翔平選手の右肘靭帯損傷が発覚した時にも米メディアで報じられており、その理由としてチーム成績は言うまでもなく、故障選手を大量に出しており、特に大谷との一連のやり取りを見ていると、選手をコントロールできていない、特にモレノオーナーにすればメジャー史上最高ともいえるスーパースターの翔平大谷を酷使し怪我をさせてしまったという印象がついてしまったことに、かなり怒りを感じているはずだというものです。フィル・ネビン監督とペリー・ミナシアン GM の首報道には、海外からは次のような声が上がっています。
ミナシアンとネビン、この二人は野球史の汚点としてその名を刻んだ。首は当然、首だけでは怒りが収まらない。これはグッドニュース。これで大谷の残留の可能性が高まった。モレノ、どうか残留をお願いします。大谷、いいけどあの二人首な。モレノ、はい、以上。もう大谷エンゼルスに改名しよう。大谷が監督やればいいんじゃない。エンゼルスは球団売却の噂もありますし、何かとバタバタしているイメージがありますが、腰を据えてチーム強化のために何をするのか、本気で改革する時が来ていると言えるでしょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。